はい、さ、今日からポータブル電源、違う、今日からサブバッテリー生活3日間したいんですけど、レッドお父さんのやつでね、どうなんでしょうか。今日は日が8月25日だから25、26、27、まあ、本格的にやるのは夜からなるんですけど、家電使うのはどんな感じなんでしょうか。ちょっと発電量見てみようか。天気ね、29度の曇りなんだよね。あんま発電できなそうな日なんだけど大丈夫かな。お、1.05、あ、上がってますね。17ワットぐらいは一応発電してることになりますね。うん、まあ少ないけどね。あれは100ワットパネルだから、うん、2割もいってないっていう現状がありますけど、まあ、どうなってしまうんでしょうか。ちょっと空の状況を見ていきましょうか。日は出てるけど、雲立ってる。あ、今いいんじゃない？今いい感じだけどね。今の感じだったら、お、いいね、いいね、いいね。18.9 の 3.2。お、いいね。ちょっと計算してみようか。0.02。お、いいね、いいね、いいね。今57W ぐらいでしたね。昼頃だったらもっと上がるから、今まだ9時でしょ。今からガンガン火昇って、33太陽照ると思うんで、100いくかも。楽しみだ。充電できるか。まあ、そのわけで、私は外出しますね。行ってきます。はい、ちょっと昼で戻ってきましたね。どうなんでしょうね、終電。ゲージが何ボルトかな。ああ、 13.3 か。まあ変わらずですね。ほぼほぼ発電しなかったってことね、午前中。ケトル使いたいけど、いけるかな。カップ麺食おう、とりあえず。あ、沖縄そばなんでケトル。ドラムで下ろそうかな、電気を。ドラムリードコード、これね、ドラムで、このコードっていうのはここに繋がってますね。ここなんで、全部エコチェッカーでチェックしようかな。まず起動して、起動されましたね。 13.2V で 110V 来てますね、バッチリ。鉄線エコチェッカーで蓄積されるので、まあ、電気量とかワット数とか料金まで全部出ることになりますね。楽しみだね、どんくらいになるか。で、ちなみにこのケトルは 900W でした。使えたらいいんだけど、やってみます。ポン、あ、ついたね、色は。オッケー。とりあえず、まあ、ラーメンは食えるってことなんで、だいぶ安心ですね。もう3日間ラーメン食い続けるのはやりたくないけど、あんまり。そういうの見え、暗くて。あとは扇風機だね。扇風機を。扇風機は 38W。はい、じゃあいただきます、昼飯。どうなんだろうね。作戦としては、電気が満タンになってくれたらなんか何でもできそうなんだけど、まあ無理なら無理で、電気を使わない生活っていうのもできるっちゃできるから、まあ状況に応じていろいろ試してみる。冷蔵庫接続しようか。よっしゃ、食べよう。いただきます。ほっ、ごちそうさまでした。はい、この冷蔵庫は車載用なんで、あのバッテリーが多分少ないですよ。バッテリーと消費電力。はい、この辺に設置しました。買ってきたらいい。あとね、このバッテリーちょっと表示が見づらいから何パーセントって。バッテリー表作ろうかな、パーセンテージ表を。100% が 13.5。 はい、こんな感じで書いたんで、貼り付けておきましょう。今、沖縄の天気見てたんだけど、絶望だね、これ。曇りでしょう。うん、明日なるまで曇りだから充電見込めないかもしれない。やばいぞ、いけるかな。あれ、晴れてきたね。ワンチャンいけるかも。めっちゃ快晴、いけるかもしれない。ずっと晴れてほしいね。はい、帰ってきました。今が6時45分ですね。発電量見てみますか。 13.3、 さっき 13.2 だっけ。13.3、 あ、90%、 本当に。なんか違う気するけど、料金が 1.89 円って書いてますね。よいしょ、 OK、 着きました。まあこんだけ光量あれば生活するには問題ないね。一旦腹減ったんで飯買いに行きますね。冷蔵庫も一応使えるんで、使ってみながら料理したいと思いますね。夜飯です。酒とか肉、今日金曜日だからステーキ行こうかなと思ってステーキ買いました。というわけで、この冷凍庫が必要なんじゃけどね。これが何ワットだったっけなってのもあるんだけど、
34度、うん、5度ぐらいにしとけばいいかとりあえず、ね、お酒と、肉は入れとこう。暑いから開けとこう。エアコンないから外気入れるしかないね。今がコンプレッサーがフル稼働で何ワットなんだろうね。あ、50ワットか。電気込みだからね。結構少ないですね、やっぱね。車載用だけあって。キャベツとピーマンを千切りにして、つけて味噌、かけて味噌にしたいと思います。ピーマン切り終わりました。次キャベツ切ります。本当は塩入れて塩抜きしないといけないけど、あ、水抜きか。まあ、ないんでいいでしょ。また出たら抜けばいいんで。このかけて味噌、つけて味噌を。簡単だけど、これが完璧な万能調味料なんで、めちゃくちゃうまかった。で、次はお肉。いいじゃん、いいじゃん、うまそう。で、あとはこの IH のやつをどれだ、抜かないといけないんで、一回真ん中か。はい、通電しました。これはね、200ワットから500、800ワットまでいけるんですよ。だから調整効くんで、多分焼けると思う。時間かかるけどね。300ワットぐらいかな。頑張れ。前買ったやつを。こいつ、これをレンチンしたいと思いますね。で、今の消費が、419ですね。冷蔵庫と IH と電気か。早いところだったら1時間で500だから2時間しか持たんね、この動かし方だったら。で、冷蔵庫は13度になってますね。電力なくても最悪生活できるけどね、多分スマホさえあれば。飲食も外でするとか、カップ麺もね、水で戻せるから最悪ね。なんとなくやりようはあるんだけど、快適さが減るからストレスが増すだろうね。ひっくり返してみて。おお、いいね。うまそう。うまそうだね。引っ張ってる。はい、電子レンジが今300ワットで3分回してますね。で、レンジやった時にね、一回消費電力がマックス1300までいきましたね。定期的に上がるんだろうね。あ、またいってるね。上げて下げて、サージの時が1300ワットぐらいまでね。300ワット設定で、ね。こんな感じで。冷凍庫はちなみに10度ですよね。あ、いいね。冷えてる冷えてる。オッケー。ご飯もできたんで。ようやく飯。はい。今、ステーキ肉と、ピーマンとキャベツとの、かけて味噌、つけて味噌、と白米ですね。うまそうですね、最高。いただきます。うん、うん、肉ちょっと硬いけど好きなかったですね。僕、硬いの好きなんですよ、飯。はい、これはお茶さんですか。ちょっとあと1個のステーキ焼いとかないとやばいんで焼きますね。うわ、真っ暗。うわ、電気も出してた。レンジ、なるべく省エネしないといけんから、使い終わったらすぐ抜くっていうのをやっていかないと。まずいですね。もう一発焼いておきますね。はい、2枚目も焼けたんで OK ですね。もう一個終了。なんかこう寝かせるといいって船越さんが言ってたの。余熱で火を通すみたいな。はい、今調理終わって段階で何ワットだろう。12.9 は 20% でしょう。1200ワットなんで 20% っていうと
300もないね、200いくらかしかない。扇風機冷蔵庫か、対象が扇風機冷蔵庫なんで、扇風機冷蔵庫のワット数を一回調べると、電気一旦消しますね、まあ、40ワットくらいか、40ワット1時間で40ワット消費するってことで、で寝るのが6時間だとして6、7、20、240ワットは残してないといけないんだよね。バッターマジで、バッテリーは今300ちょい、13ボルトだと30%だったよ、よくわからんね、このゲージ当てにならんけど、まあ、小さくめくもって 20% だとして300くらいだからギリギリですね。もうほとんど使えないかもしれない、電力今日は。明日の日が出て充電されるまでほぼ使わない方が良さそうだね。冷蔵庫の温度が4度になりましたね、最高ですよね、キンキンだと思う。打ち上げしましょうか、ビール飲んで、はあ、ビール飲もう。あっち扇風機ね、もう直で当たらんと相当熱い、汗かいてる、すごくキンキンに冷えて上がるビール飲みますか。なんか変なのあったんで買ってましたね、軽井沢香りのクラフトっていうちょっとお高めのビール買ってみたんで飲みますね。いただきます。あ、かなりフルーツ系ですね。あ、柚子か、味する結構。フレーバービールって最近流行ってるみたいですね。あー、うまっ。ふぅ、ポテチも買ったんで、もう贅沢にね、デブ活しようかな、今日は。まあ週末なんでご褒美ですね。でも明日ね、扇風機きついから、ネッククーラーあるじゃないですか。あれ明日探したいと思いますね。ワークマンに売ってるらしいんで、ワークマンでゲットしたいな。アイスリングとかネッククーラーって言われてるやつ。あれで結構体感変わるらしいんで、あれを冷蔵庫に冷やしてって使うかったすれば、そのネッククーラーしてる2時間ぐらいは扇風機回さなくても、いけるんじゃないかなと思ってるんですよね。電気を使わないような方法、冷蔵庫はすでにつけっぱにしないといけないから、どっちみち扇風機を消して冷蔵庫だけでネッククーラーを冷やしてって循環できれば、ネッククーラー使ってる間は扇風機消してってやれば省エネできるかなと思うんで、この作戦を明日実行しておきたいと思います。今は9時になりましたけど、電気が危ないね、これ 12.8 だから10%ぐらいになってるけど、ちょっと正確じゃないから分かんないんだけどさ、怪しいね。とりあえずこいつらを洗いましょうか、洗うっていうか湯水どっか、早く寝ようかな、今日はあんま電気使っても怖いから。スマホのライトをつけて浴びますね。ガスは電気なんで使えないですね。水風呂今日に買って、あ、水風呂さっぱりしましたね。よいしょ、8高校。今9時50分ですね。早いですけど眠りますね、もうね。扇風機はつけっぱ、冷蔵庫もつけっぱで眠って、朝までバッテリーあるからわからないけど、とりあえず眠ります。なんか鳴ってる。1時今、あ、バッテリーが切れたな。冷蔵庫持つかな。ちょっと朝、明日の朝まで6時間ぐらいあるけど、ああ扇風機も使えん。寝れるかな、暑くて。今31度でしたね、気温が。頑張って寝るか。ダメだ、暑すぎる。冷蔵庫の中どうしようかな。水とかに入れたら大丈夫かな。これで大丈夫。温度がね、
28度ぐらいかな。まあ常温よりはマシっていうくらいか。タオルが変わっていくか。おはようございます。眠い中なんか眠りまして、一応6時ですね。で天気が最悪ですね。雨、一応予報では曇りから晴れなる予定らしい。 10% だからこう確率で。何時からだこれ。18時。全然見込めないかもしれないけど。ちなみに今の発電量は 15V で 0.4A、 7だから、うん、10W 前後ぐらいだと思いますね。はい、今は12時ですね。 13.1 になってんね。で、太陽今出てるんで結構発電してるね。 5.8 だから、結構やってるよね。 80W 近く発電してると思う。ここ見て、もうあと雨、12時以降雨どんどん降ってきて、次日が出るのが18時だから、もう発電は多分できないと思う。ほぼほぼ暑さ対策の秘密兵器、これ買ってみました。最近流行ってますよね、ネッククーラーってやつ。 PCM っていうパラフィンオイルでできたもので、28度で凍って1時間ぐらい持ってるのかな。ちょっと使ったことなかったんで買ってみましたね。これを機に1280円だったかな。こんなもんですよ。これだったら夜扇風機使わなくてもいいかもしれない、もしかしたら。わからないけど、節電できるんじゃないかなと思って使ってみます。帰ってきました。13.1V ですね。だから 13.1 40% 充電したってことですね。で1200なんちゃらワットアワーなんで、あれが1200だとしてかける 0.4 は 480W は使えるってことね。大抵昨日ね、結構電子レンジ使ったり IH 使ったりしたから、そこが原因だと思うんだよね。なんで最低必要なのはなんだろう。扇風機か。扇風機は絶対必要なんで、扇風機のワット数がなんかちょっと一回調べようか。中、ちょっと優しめの中。35W ね。35W。35は13時間。13時間は扇風機使えるってことは中だったら。10時間ぐらいは使えると仮定しましょうか。明日6時に起きると思ったら、6時だから、8時からは扇風機使っていいっちゅうことね。それだったら生き残れるかもしれない。飯いいのあったんすよ。そういえばいただき物でいいものもらってて、なんかアルファ米って言って非常食なんですけど、これ水出せるんですよ、うん、普通の米って言ったらお湯で出す感じだけど、これ水でもいいです。お湯なら15分でお水なら60分で出来上がるってことなんですよ。だから電気力がなくても食べれるんだこれ。で味がね、三陸わかめ塩のやつとわかめご飯ってやつね、と五目ご飯ってやつとドライカレーっていうのと、あ、普通の白米かっていうのをこれいただきました。本当にありがとうございます。なんか食べてみてって言ったんで、ドライカレーがいいかな。衝撃よくかき混ぜるって送ってくださった方もありがとうございます。こんなタイミングで使うと思わなかったですけど。で、まあ、よし、ね、パンイチで行かせていただきたいと思います。布を取ってると暑い。1時間休憩。1時間経ちました。うん、おお、そう、カレーニュースル普通に。すげえ、ドライカレーなってるちゃんと。いただきます。混ぜなくていいのか、別に。カレーかじゃあ。うん。普通のドライカレーだ。ちょっと味は薄めだけど、カレー感はあるし、具材もしっかり入ってるから。まあったかくないのがネックだけど、あったかかったらもっと美味しそう。カロリーがね、100g 入って 381kcal あるらしい。
しっかり熱量も取れるんで。ごちそうさんです。結構ボリュームあるんで満足感ありますね。あとはちょっともう寝る時間までやることないんで、ザラザラ YouTube でも見ときますね。よっしゃ、8時になったんで扇風機が使えます。ようやく暑すぎてね、きついね。水飲んだらもう大丈夫だけど、夜だから使ってなかったら、今だ起動しなかった。 13.0 になったの？ 30% になってる。なんで 30% で計算します。また、8時から使えないかも。360だから10時間ギリギリだな。待ってよ、もうちょっとやめるか。9時からにしよう。やめた、やめた、怖いから。9時から使おう。気づいたら9時半頃だったんで、もうシャワー浴びますね。シャワー、シャワー終わりました。念願の扇風機つけようか。昨日2時間で起こされたからな、今日はいけるかな。9時50分ですね。寝ましょうね。歯磨いて水も飲んだんで、おやすみなさい。今日は扇風機頑張ってくれ。おはようございます。6時42分ですね。ピーピーになってますね。でもね、なんか途中で切れてたな、扇風機。4時ぐらいに多分切れてたと思う。うん、完全放電だったね、これ。大丈夫なのかな、反応しない。ちなみに今日は気温が27度で、天気めっちゃいいんですよ。朝から午前中は全部晴れだから、かなり充電できると思いますね。まあちょっと点滅状態になってますね。放電が多すぎて過放電になってそうだよね。こっちのディスプレイもついたりつかなかったり、電気がねかなり故障だからなんだけど、今からソーラー当たったらどうなるのかっていうところだよね。一回セッティングし直さないといけないかもしれないけど、屋上見てみましょうか。ソーラーパネルの方ね、びっしょ濡れなんだけど、一応防水はあるんで、少しの雨だったら大丈夫らしい。浸水しない限りは大丈夫らしいですね、パネルは。空は晴れそう。曇りもなくて快晴だから、今日は充電できそうだけど、バッチリ。光が当たり始めましたね。いい感じ。お天気頑張ってちょうだい。お、メーター戻ったね。このままでもいけるかもね。あーこう、まだ点滅してるね。あと昨日買ってたこのネッククーラーなんだけど、水つけたらいけるかなと思ったんだけどね、28度以下だったから。まだ凍ってないですね。ちょっと夏の沖縄ではさすがに水では凍らないか。すごいよね、もう28度以下で凍るってね。ちょっと冷凍庫とか生きてたら入れて使おうかなと思ったんだけど、今回は出番なしでしたね。ちょっと30分ぐらい経ったけど変わらないですね。一回ソーラーの配線抜いてみようかな。ソーラーが点滅してんだよね。昨日の時点でバッテリー点滅はただ低電圧ってことが分かったから、ソーラーのパネルがね解消されないといけないんで、一回ソーラー側の線を抜いてみますね。今見たら表示直ってましたね。予想なんですけど、バッテリーがなくなったからソーラーの電力供給に切り替わったのかなと思って。いや、わかんないですけどね、予想。一旦ソーラー抜いたらまたバッテリーからの供給に変わるからできたのかなって。接続はプラスから、プラスマイナス、外すときはマイナスから。 OK。 ほらほら治った、 10.7 だから、切り替えスイッチ入れた方がいいね。ソーラーの部分に、ソーラーの部分に切り替えスイッチ入れば上まで上がらなくてもオンオフできるから、放電しすぎたら一回その接続切ってまたつければ治ると思う。バッテリー自体はこれ低電圧アラームの時に切ってれば完全放電っていうのを防げるっていうことだね、インバーター側の。それが分かりましたね。ほんじゃちょっと私は出ますね。行ってきます。お、天気が曇ってきた。怪しい。晴れてほしいけど無理かな、もう。はい、帰ってきました。今が8時の06分ですね。充電なさそうだな。天気悪かったのな。 12.9、 昨日より少ないね。
20%。 かなり厳しいね。でも今日ね、あいにく天気悪かったからそんな暑くないんだよね。ラッキーといえばラッキー。電気が35でしたっけ。割35、あ、扇風機ね。6時間しか持たないね。しかも昨日も計算通りよりはかなり少なかったから、実質多分4時間ぐらいしか持たないんじゃないかな。ってことは2時ぐらいからしか扇風機つけないか、4時間使って消すかっていう判断だね。いやー、今日なしでできるんじゃないかなって気もするんだよ、なんとなく。そんな暑くないですよね、ほんと。気温が何度は、室温31度ですけど、今窓を開けてないんで、窓を開けたらもう少し下がると思うんだよね。だからもしかしたら29度8度ぐらいになるんじゃないかなと思ってるけど。ほんで飯なんですけど、ちょっと食べるものがないんで、最悪もう惣菜っていう手かなと思ってますね。ラーメンとなんか食おうかな。ちょっと冷蔵庫使えないとやっぱりその場限りのものに限るから、お金かかっちゃいますね。はい、惣菜買ってきましたね。野菜と魚と買ってきました。で、ちょっとラーメン食おうかなと思うんで、ガスを使いますね。使えるでしょうか。ラーメン作って、OK、このスガキ屋のラーメン食いますね。茹でれる間サラダ食ってきますね。オクラと山芋のサラダ。食洗機浮かしてないから箸も割れてないけど、手洗いだね。いただきます。食感が楽しいやつだこれ。魚も開ける。レンジも使わない方がいいよね。もう今日は何も使えないな。寝る時の扇風機しか使えないやつ。電力的に結構日照時間が短かったのかな。料理が多かったね。午後は一切入らなかったから多分ね。めちゃくちゃ電力ずっと日中天気が晴れてたら 60% ぐらいはいくんじゃないかなと思うんだけど、60から70ぐらいは。なんとなく 100% は無理そうだな。1日では出るからだと。できたけどちょっと水多かったかな。美味しそうな気がするな。最初に調子乗ってビール飲んだの懐かしいね。もう3日経ちました。熱そう。間違えたな。冷たいもん食うべきだね。あんま汗かかないために。やっぱ味薄かったな。薄かった。入れすぎた水。もっかな。ごちそうさんです。で、今日はちょっと事務所戻って作業したいことがあるんで、まあ一旦戻りますね。まあ、その間は電気使わないんで、まあよかって。寝るとき問題だな。4時間しか持たないんだ扇風機はね。ジャックにして使ってみようかな。ジャックの回転もなし、首振りもなし、もうジャックの直風だけだったらどんぐらいいかるかな。はい、11時13分ですね。帰ってきました。今からあとはもうシャワー行って寝るだけですね。疲れた今日も。じゃあシャワー入ります。水シャワーは慣れましたね。最初だけちょっと冷たいんですけど、慣れたら普通ですね。じゃあ電気が20 12.9、 コンバータオン。こっち 22.8 だね。 10% しかない。全然持たないと思うけど、どっちが正しいのかな。こっち29だけどね。 12.9。 とりあえずもうやる気しかないんで、ピーピーラップを押されても構えなく寝ますね。今日はジャックにしないと。ジャックのストレート首振りなし。結構大変だな。やっぱ電気ないと。バッテリー自体の性能はマックスに活かせきれてるんですけど、まあ、単純に電力が少ないっていうことだね。飯がまともに作れないのが痛いな。やっぱ難しいな、電気ないと。もうちょっとソーラーパネルを増設するのか、
バッテリーの容量を最初からワン充電の最強のやつ置いとくか。どっちかじゃね。短期間だったらソーラー追加した方が面白いかな。100ワットだろうか。マックスは400ワットまでいけるから、ソーラーパネルソーラーパネルコントローラーか、チャージコントローラーは。そこまでいったら結構快適かもしれない。ちなみにこの弱ってどんぐらいワット数使うのか見てみますか。あ、28、30ワットぐらいですね。じゃあ寝ますね。おやすみなさい。やっぱなった。4時予定通りだね。 10.1V だから 1%2% だと思います。でもよかった、涼しくて雨降っててよかった。もう少し寝ますね。おはようございます。11時40分ですね。無事乗り切りました。 11.1 今ちょっと太陽出てるので充電されてますけど、はい、そんな感じで。というわけで3日間の、レッドオードリン酸テスバッテリーとソーラーパネル生活終わりましたね。一応いけるっちゃいけるけど厳しいですよね実際。太陽光は充電じゃない、十分じゃないっていう感じだね。物自体はめちゃくちゃいいんですけど、蓄電量もあるし、ソーラーパネルのクオリティも良かったんだけど、まあ、単純に天気がいまいちだったっていうのと、あとソーラーのワット数が少ないね。これやるんだったら200ワットか、もうちょっと400ワットぐらいまでギリギリまで、チャージコントローラーが対応してるギリギリまで上げてやったらいけるかもしれないね。で1日ね、僕今回条件としては夜しかいなかったんで、日中まで使わなくても、数百ワットは使うわけじゃないですか。500ワットとか寝る間は使うわけだから、どんぐらい必要かな。1日あたり夜間だけの使用で2000ワットアワーぐらいの容量は必要かなって感じがしましたね。日中、夜扇風機とか、まあ、エアコンつけたらもっと多分必要なんだけど、まあ、最小限で言ってもそんぐらいは必要かなって感じね。今回厳しかったのはどんな点かっていうと、まあ、料理ができやりづらいですね。やりづらい。 IH も使えないし、レンジも使いづらいし、冷蔵庫も使いづらいから、結局インスタント系を食うことになって、お金かかっちゃうね、どっちみち。手軽に食うっていうのはいいんだけど、まあ、栄養的な問題もあったりやりづらいかなっていうの。あとは空調関係ですよね。夏は絶対無理だこれ。今8月の下旬でちょっと収まってきてるぐらいだけど、真夏だったら絶対無理だし、その辺が厳しい。あとはなんだろうな、風呂とかは別にいいかなって思いましたね。水風呂でも夏なんでね、問題なく。冬だったら全く無理なんですけど、夏だったら大丈夫っていうのがあって、そんなもんかな。ちょっとできなくはないけど、結構厳しいな、ストレスかかるなっていうところですよ。で、そのストレスかかった結果どんぐらい節約できてるとかっていうのを見てみますか。はい、まずは消費電力は今テロドスも使ってないんで、使用の時間ですね。 15.29 時間、15時間と29分使ってたってことね、合計で3日間で。で次、料金。これちょっと料金が何料金か後で調べて出しておくんですけど、24.30円しか節約できてないってことですよ。結構こんだけやりづらい生活をしてね、してて 24.30 時間料金なんで、あんまり節約効果見込めないですよね。コスパが悪いっていうか、こんだけ我慢してるけど、こんだけだったら他のところ節約した方がいいよ。飲食代なんかで回収できるし、これは料理したりとか、あとはいらないものを買うだけでね、100円のお菓子買わないだけで、これの5倍、4倍分あるわけでしょ。だから12日間分節約できるわけだから、あんまり節約効果は少ないかなって感じね。もちろん環境のためにはした方がいいんだけど、節約という意味ではあんまり意味がないって感じだね。で、使用電気が 0.90kWh ですね。はい、まあ、そんな感じのもんですよ、数値的には。というわけで節電効果は薄くて、ちょっと容量的に難しいなって、普段の普通の生活をするのはっていうのが結論でしたね。はい、なんだけども、まあ、用途絞ればいけるというやつね。例えば、まあ、扇風機だけ稼働、扇風機照明ぐらいはいけると思う、僕の感覚的に。 LED の超電力の照明プラス扇風機、空調、エアコン以外の、ね、扇風機ね、2台ぐらいと部屋の室内照明ぐらいだったら全然賄えるかなと思いましたね。そんなぐらいでも、いいんじゃないかなって。まあ、調理とか、エアコン入ってくるとさすがにきついから、その辺は、普通の電力、電力会社の電気使って、
電気と扇風機とか、と細かい充電とか、スマホの充電とか、あパソコン、この辺の使用をこうリリース安定バッテリーに、賄ってもらうっていうのはめちゃくちゃいいのかなっていう、分断してね、こう電気の使い方使う元を、ね、やったらいいのかなって感じがしました、ね。はい、今回ちょっと容量が、ね、ちっちゃかったんだけどさ、100アンペアだからさ、だからこれを完璧に快適にするには元の容量を上げてしまう、400ワットまであるので、このバッテリー、リース安定バッテリーは、ね、そうするか、あとソーラーパネル、を増やす、チャージコントローラーが400ワットまでいけるので、ギリギリまで400ワットギリギリまで出るような、あと400ワットのソーラーパネル、今100ワットでしょ、あれ4倍にするのか、充電時間を早めるか、元ある容量を増やすか、どっちかやれば3日間とか4日間ぐらいの生活、まあ、生活っていうのができるかなって。今回のソーラーパネル100ワットとこのバッテリーも100アンペアなんだけど、最初の充電がね 40% ぐらいじゃなかったから、ね、最初フル充電しなかったからさ、そこが厳しく響いたのかなっていう感じだけど、100アンペアあっても1日中使ってたら多分ね使い切っちゃうかなっていうところだから、結局2日目から同じ状況になったはずですね。そうそうそう、まあ、そんなとこですかね。今回レッドオースターのものを使用させていただいたんですけど、提供いただいたんでね、これはまあいいかなと思います、僕は。ポータブル電源欲しい方にとってはめちゃくちゃいい条件なのかなって。ポータブル電源は最初見たんですけど、値段高いですよね、結構。値段高い。で、同じ内容でこの条件で組めば、大体で金額的に6割から7割ぐらいで抑えられるはずですね。このリースアーティスバッテリーと、あとインバーターとチャージコントローラー。チャージコントローラーは別にいらないか。充電自体をリースチャージングで、充電器でやってしまえばいらないんで。こんだけが必要なのか。インバーターと、リン酸鉄バッテリーさえやっぱ必要、使えるんで、同じような形でね。インバーターもね、これ 1500W なんですけど、もうちょっと下げればいいんですよね。必要な 500W とかにしちゃえば、もう少し安く抑えれるし、まあ、その辺考えながらいろいろできるんで、まあいいかなって。接続自体も、この製品マニュアルが結構図解で分かりやすいので、僕も初心者初めて組んだんですけど、これちゃんと読んで理解してできる方であれば問題ないかなと思いますね。まあ、電気だから少し怖さはあるんですけど、ちゃんと細かく書かれてるので、これ安全の取り付け方とか、こうやって配線しますよっていうのも図解で分かりやすく書かれてるので、まあ、その辺は大丈夫かなって気がしますね。検証としてはすごい面白かったですね。こんなことはやったことなかったんですけど。なんで次回は、パネルを増やすのか、容量を増やすのかして、また挑戦したいですね。もう少し、幅が広がると思う。電力を使う、どこに使ってどこに使わないのかっていう、思考が生まれるんで面白いかなと思いましたね。はい、そんな感じでしょうか。このレッドオートの製品の詳細は全部概要欄に貼っておくので、そちらからご参照くださいませ。いろいろメーカーあるんですけど、今回提供いただいたんで、ね、こちら使ってみました、実際に。で、今後も運用していく予定ですよ、もちろん。あのシステムでフリー電力なんで、あの辺の電気は使えるので、扇風機とか LED 照明っていうのはそっちに使っていこうかなっていうことでございますね。あと災害時も使えるんでね、あのシステムは独立してるんでね、例えば停電してても、あそこの電力は全く使えるから、あそこも満充電になってしまえば、他のポータブル電源にあそこから電源を置いとくってこともできる、蓄電するってこともできるからさ、そうそうそう、いろいろ使い用途はあるんですよね。あそこを元にまた他の電力に、コピーしとくっていう、移動しとくっていうこともできるから、災害用としてもあったらいいですね、便利。普段使いもできるし、あとは非常時にも使える。で、あそこのサイクルも4000回以上、放電充電を繰り返せるから、まあ、長期的に10年以上は使えると言われていますね。かなりいいんじゃないかなっていうとこです。はい。まあそんな感じでしょうか。話長くなりましたけど。今回は3日間ね、リン酸鉄バッテリーとソーラーパネルを使って生活してみました。